大手とは、チャトランが系統のボードゲームにおける指し手の一種である。ルール上、取られてはならないと定められている。相手の最重要駒に対して、自分の駒を聞かせる指し手のことを言う。地図の場合はチェックと呼ばれている。展示で、スポーツなどで、あと一点取れば自分もしくは自チームが勝利できる状態を表すのにも用いられている。本校では、主に将棋と、チェスにおける、 大手について解説する。大手は相手の最重要駒に迫る手である。自分の駒を動かすことにより、敵玉に自分の駒の働きを効かせる手を指す。次の手で玉章を取るという脅迫の意味があり、その脅迫を受けた側は、大手された、大手がかかった状態となる。大手は強制手であり、された側は直後の哲いでその状態から絶対に抜け出さなければならず、 いかなる場合でも、無視や放置は許されない。そして王手をされた側が、どのような指し手を用いても回避できない場合は、罪となり、回避できなくなった対局者の負けとなる。よく勘違いされるが、王手をした、された瞬間に勝敗がつくわけではない。なお、地玉が、相手の駒の利き、すなわち自ら王手されるような手は、指すことができない。したがって、理論上、 自玉で敵玉を大手することはできず、敵玉の隣に自玉は置けないということになる。大手の対処には、次の3種類がある。大手をされていて、しかも、上記のいずれの対処も、不可能な場合は、罪みとなる。相手の玉を積ませるか、相手が投了すれば、対局は終了となり、詰ませた側の勝ちとなる。一方の側が玉以外の駒の利きを敵玉の、 存在するマス目に合わせるような指して、つまりたまに鳥をかけることを大手と言い、かけた側から見れば大手をかけるという日本将棋連盟、将棋ガイドブックより引用。苦闘点を含めすべて原文のまま。指導対局や遠大将棋、初心者同士の対局などでは大手をかけた側が、慣習的に高頭でも大手という場合がある。ただしあくまで慣習であり、 大手と発生しなければならないという規定はない。大手に直接関わる反則としては、内部詰め、地玉を相手駒の利きにさらして、連続大手の千日手がある。空き大手、開き大手走り駒の利きにある自分の駒を動かして、かける大手である。図2から2四 k とした図3では、強者によって、大手がかかっている。両大手空き大手の一種。 二枚の駒で同時にかける王手である。上記の図四から図五では、角と強車の双方が王手をかけている。両王子をかけられると相駒はできず、王将を動かすしか手はない。王手している駒を取る対処法も、王将自身で取る以外にできない。したがって、両王子をかけられて、王将を動かすことができなければ、罪となる。その一例として、図五 A は中飛車の序盤。 五手はここで玉を四二玉とするなどガードをせずに八五歩や三四歩などと指すと三三角なりで積む。逆王手王手を解消すると同時に相手に王手をかける手である。図六で五手の王将に王手がかかったが図七では相駒の桂馬によって逆に先手の王将に王手がかかっている。図七の例のように相駒が王手になる場合以外にも王手をかけている。 相手の駒を取ることで逆王手をかけたり、玉将を逃げる手が開き王手の逆王手になる場合もある。実戦で出現するほか、相玉詰将棋における技法として用いられることも多い。詳しくは、相玉詰将棋逆王手も参照のこと。王手取り両取りの一種で王手をかけつつ別の敵駒の位置するマスに字駒を利かせる手である。丸の部分には、 王将との両取りになっている駒の略称が入る。まず王手に対して応じる必要があるので、他に狙われている駒については取られることが多い。王手飛車取り、王手隅取りのように価値の高い駒に関して使われることが多い。王手飛車取りは特に王手飛車と略される。チェスでは将棋の王手に当たる手をチェックと呼ぶ。自分の駒の利き筋を相手のキングに利かせる手を指す。 皮膚状の表記は、チェックあるいは、で表す。チェックをされた側は、直後の哲いで、必ず、チェックを解かせるように対処しなければならない。ただし、キャスリングで、相手のチェックに対処することはできない。チェックの対処法には、次の3種類がある。自分のキングを安全なマスへ移動する防御する現在、チェックしている駒を取るチェックをされていて、なおかつ上記1。 3、いずれの対処も不可能な場合は、チェックメイトとなる。チェックメイトとなれば、対局は終了となり、メイトさせた方の勝ちメイトされた方の負けとなる。ディスカバード、チェック味方の駒を動かし、その後ろの駒で相手のキングをチェックする手である。チェスズでは、白が次に、D に、または RD4 とすれば、F3 にあるビショップで、チェックがかかるため、 黒がこのチェックを防いでいるうちに白は黒のクイーンを取ることができる。将棋の空き大手に相当する。ディスカバードアタックも参照。ダブルチェックディスカバードチェックの一種である。背後の駒だけでなく、動かした駒自体でもチェックする手を指す。チェスズさんは白のルークとビショップによるダブルチェックである。ダブルチェックの記号は、である。ダブルチェックの場合は、 攻撃が双方向のため、味方の駒で防御することができない。そのためチェックを受けた側は、キングが逃げる以外に対処方法はない。チェックしている駒を取る対処法も、キング自身で取る以外にできない。したがって、ダブルチェックをされていて、キングを動かすことができなければ、チェックメイトとなる。将棋の両手に相当する。クロスチェック将棋の逆王手に相当する手である。 相手のチェックを防ぐと同時に、相手のキングへチェックをかける手を指す。終盤戦でクイーンを使い、クロスチェックをかけるケースが多い。これらのゲームでも、王手の解消方法や、空き王手、両手、逆王手に相当する特殊な王手などについては、将棋、チスとほぼ同様である。ただ、シャンチーや、チャンギンにおいては、王手に関して、次のような特殊な性質を持つ駒がある。以下、 シャンチーの駒、チャンギの駒の形式で駒を示すものとする。これらの特殊な駒の性質のため、シャンチーやチャンギでは、次のような特有の王手や、その解消方法がある。シャンチーにおける王手は、超、チャンギにおける王手は、チャングーンと呼ばれる。日本将棋連盟開発家、将棋ガイドブック日本将棋連盟。 2003年11月 ISBN978 から48億1970万801。ありがとうございます。